新勢上岸2年2月25日は、平安時代前期の新言宗の僧。父は、巡殺壇上機みその、空海の十大弟子の一人で、新言宗で、初めて創刊最高位の僧上に任ぜられた。詩文にも優れ、空海の詩文を集めた、少量集を編集している。また、長く、新五字に重し、その発展に尽力した。高尾僧上、木僧上。 柿の元の相乗とも称される。元行2年11月11日の新、宮尾根上上によれば、新税の不法弟子は一人もいない。新税の地位からすれば、極めて不自然で、文徳天皇の休止に際し激しい批判を、浴び隠居したこととの関連が疑われる。なお、新税と指定関係にあったことが、資料に見えるものが数名ある。 俗日本語記、門徳天皇実録に見える木松永を新勢と同一人物とする説があるが、非現実的。旧派生を東大寺僧城新勢殿は、新勢を空海、自治へに次ぐ、我が国三人目のアジャリとしているが、新勢より先に、高志となり、安則、佐氏泉らが、両部王法を受けていることは、空海の821年11月の、 両商工宛書館から明らか、新税は6人目以降ということになる。国史大辞典などの辞典類は、籠山修行の時期を、上和3年、途党に失敗し式調してからとするが、根元資料である、東大寺僧正新税伝及び、三大実録上元2年2月25日以上の新税卒伝が、伝亡あじゃりとなった直後の籠山と記述していることは明白であり、 通説には資料的根拠はない。また、正味12年間なら824から836年だが、籠山年数は数え年なので835年終了。新税の高尾老山に関しては、新税伝の問題点に小論がある。新税伝の問題点は、通説の根拠である、高野春秋編年収録などが、後世の資料で信頼性。 信憑性に問題のあることを指摘し、根本資料である、東大寺創上新税殿及び、三大実録、新税卒殿の記述を素直に解釈して、上は三年の都会より前に内具部,部従前寺となったと、する。少領集の成立年は不明だが、遅くとも、空海の没年上は二年をさほど下らないと、見られている。渡辺昌光、宮坂優勝校中、三教ゆびき、 少量集解説は、返産時期を、空海在世中の晩年とし、勝又敏則、返上発揮少量集と、鷹野雑筆集や、定本工房大自然集大八巻の少量集解説は、没後間もない時期とする。本庁伝播勘状史史総称家沈役書斎。稲垣大一、高層破壊炭の二つの形、新税、志賀商人、久米の仙人、探径。 日吉増丹を通してスポット詳細、対抗インジャラン観光ガイド本文、補中に載せていないもののみ。ありがとうございます。